お誕生日、おめでとうございます。大変めでたいので、国を挙げての祭日にするべきではないでしょうか。よーく見たら誕生日じゃない行こう行こう茶屋に行こうあ、うどんでも構わないけど、いかがかなんとめでたきイカ。親方様、何でもお言いつけください。余人にははばかられるようなことでも、拙者、応じてみせましょう。 今日はめでたき日のようですね。ああ、マスターの、それはそれは。お誕生日と聞き及びました。おめでとうございます。これからも、どうか即歳で。誕生日か。この袋の中身はクリスマス用なのだが、仕方あるまい。この、微妙な顔をした機関車のおもちゃをやろう。ハッピーバースデー、旦那様。旦那様、 という呼び方はおかしいが、特別な日だからな。寂しい貴様に気を使ってやったのだ。さしろ。マスターの誕生日ですか。サンタ的には12月24日の次に重要ですね。ふん、何がめでたいのですか誕生日ファブニールにろうそくの火でもつけてもらいましょうか。今日がマスターの誕生日だってことくらい知ってるし。ま、おめおめー。 誕生日おめでとうございます特別な日なので今日ぐらいは本気の後輩力見せちゃいますうんおかえりなさい先輩お風呂にしますかご飯にしますかそれともかんきん誕生日おめでとういいことはよりいいことに悪いことは喜劇として記憶される実に喜ばしい一日だ あなたの生誕に、イクマンの祝福を、パーティーを開きましょう。不祥ベレビエール、執事として尽くしましょう。生誕の日か、祝い事だな。誕生日おめでとう、マスター。今日一日、無様なところは見せられないな。いついかなる時も、新たな命が芽吹く、生まれ出る。すなわち、 誕生日おめでとう。なんだ君が生まれた日か。祝い事なら祝っておけ。嘘今日が誕生日もう、そういうのは早めに言っておいてよね。ほら、ヘルメットつけてヘルメット観光地最低3つは回るわよ。なんだお前さんが生まれた日か。はいはい、おめっどさん。 マスター、誕生日おめでとう何そなたの誕生日となよしでは出陣の支度をせい喜べ褒美の稚業は切り取り次第じゃ誕生日だなんだそれ早く言えよイノシシの一匹でも買ってくるかあなたの誕生に祝福を。あなたが世にあることは、喜びです。 ハッピーバースデー。一つ大人になったんだから、今日ぐらいはいつもより激しくいっちゃう誕生日、おめでとうございます。年を重ねるのは良いことです。お誕生日、ですかではお祝いですね。パイを焼いてごちそうします。あ、でも上手ではないので、あまり期待はしないでください。マスター、その、なんだ 今日は、お前の、いや、うん。おっほっほ。誕生日じゃな。ではこれをやろう。今年のクリスマス同好券じゃ。一緒にプレゼントを配れるぞ。ふふん。もし一人で退屈になっても、最悪の事態は避けられたな。 あなた様の誕生日ですか。<laughs> めでたきことですね。誕生ですね、旦那様。その、こういう時は、やはり贈り物は、私がいいのでしょうか。<ん>誕生日。うまそうな名前なのだな。マスターのおた そういうのもあるのか誕生日おめでとうございますマスターせっかくの夏気分なんですから無人島で1日のんびり過ごします